出来たての店の味をイベントなどどこでも楽しめるキッチンカー。昨日、県内でキッチンカーを所有する飲食や建設などの企業6社が防災キッチンカー協会を立ち上げました。災害時の避難所などに温かい食事を届けることや長期保存が可能な防災食を開発することが主な活動内容。発起人は高知市帯屋町のハンバーガーショップゴーイングプレミアムファクトリーの経営者森本真希さんです。発案させていただいて、私自身も被災地にお手伝いに行ったりもしたことあるんですけど、辛い時こそ食っていうのは元気になる、生きる糧になると思って、私たち に何ができるんだろうって思ったら、行けるじゃん現場に車で。昨日は高知市の公園で試食会を開き、その場にいた人たちに燻製カレーやローストビーフ丼などを振る舞いました。災害時の時って心細いと思うので、やっぱりね、こういう温かいというか、いただくだけでもちょっと心の気持ちホッとしますよね。こちらは移動カフェ、ロカフェとして使われているトレーラー。南国市の食品加工会社が5年間の長期保存が可能な自社の乾燥野菜が入ったうどんを振る舞いました。食品加工の、事業をしてまして、ドライフルーツとかドライ野菜の方を作っていましたけど、これは防災食で使えるんじゃないかな。葉物野菜はシャキシャキしていて、人参やキャベツの味もしっかりとします。離乳食を卒業したばかりの1歳の赤ちゃんもパクリ。むせたり詰まる心配がちょっとあるのかなっては思うので、こういうのの方が食べらせやすいかなと思います。災害時には停電や燃料不足も心配されますが、こちらのキッチンカーは太陽光で発電しているんです。蓄電もできるため夜間でも調理ができます。協会は今後避難所の運営訓練のほか、高齢者やアレルギーがある人も食べやすい防災食の開発を行っていきます。